週間程度の使用でコントロールができなくなりました。ケーブルの断線が疑われます。ケーブルを一本ずつ引っ張ってみます。断線したケーブルがスーッと抜けます。傷んだ箇所を取り除きます。10センチ短くなりました。本体とコントローラーを切り離せるようにしたいので、柔らかいLANケーブルに変えました。LANケーブル休憩アダプターで接続、切り離しができます。全機能 OK、 格段に使いやすくなりました。